ユニオン駅はアメリカ合衆国ペンシルベニア州エリー市の西14番ストリートにあるアムトラックの鉄道駅及び商業ビルである。シカゴ、ニューヨーク、ボストンなどを通過する旅客列車レークショアリミテッドのペンシルベニア州内唯一の停車駅でもある。駅の地上階はブルーパブのユニオン駅醸造所などを含め商業施設として再開発されている。建物は 物流会社及び貨物管理会社のロジスティックスプラスによって所有されており、同社の本社としても機能している。エリー市で最初の鉄道駅は1851年に開業したが、1866年にはロマネスクリバイバル建築のユニオンデポ駅が完成した。エリー市に鉄道が開通して、以来の競合する鉄道会社による一連の合併、買収を経て、 ユニオンデポ駅はニューヨークセントラル鉄道とペンシルバニア鉄道の共同所有及び共同運営となった。急速に成長するエリー氏の変化する需要に対応するため都市計画の計画者はユニオンデポ駅に代わるより現代的な構造の駅を設計した。そして1927年12月3日に完成したユニオン駅はアメリカでは初めてのアールデコ町の鉄道駅となった。 繁栄していたユニオン駅だが、第二次世界大戦後は、航空機や高速道路の発達で次第に衰退した。1960年代までに、ニューヨークセントラル鉄道は、ユニオン駅への運行本数を大幅に減少させ、ペンシルベニア鉄道は、エリー市に通じる路線を廃止した。1971年に、両社は合併して、ペンセントラル鉄道となった。 その後の1972年から1975年の間にエリー市ではアムトラックの運行も廃止された。そのため、ユニオン駅の利用者は減少し、一時期は人通りがほとんどない状態で放置されていた。しかし、2003年の運送会社ロジスティックスプラスによる買収後は、ユニオン駅は運送施設及び商用施設として再利用されている。 ユニオン駅はエリーの西14番ストリート沿いのピーチストリートとササフラスストリートの間にあるダウンタウンに位置している。設計者は建築家のアルフレッド・ T ・フェルハイマーとスチュワード・ワグナーである。フェルハイマーは以前にニューヨーク市のグランドセントラル駅の設計に携わっており、またこの二人は以前にも1929年にはバッファローセントラルターミナル駅、 1933年には、シンシナティ駅など、ニューヨークセントラル鉄道のいくつかの鉄道駅を共同で設計していた。この駅は、アメリカでは、初のアールデコ場の鉄道駅だった。ユニオン駅の本館である3階建ての建物は、鉄骨フレームと石像建築でできた建物である。外観全体は、荒い茶色のレンガと素焼きにしたフランドル済みの砂岩で、 覆われた上で、テラコッタで整えられ、また地面には、花崗岩が敷き詰められている。駅の本館の軒先の長さは、ピーチストリートに沿って35メートル、14番ストリートに沿って63メートルである。狭い2階建ての増築部分は、ササフラスストリートに沿って、通りの端にある駅の複合施設である。付属の小さなオフィスビルの前まで123メートル、続いている。 この増築は列車とオフィスビル内の貨物会社の事務所との間での郵便物や手荷物、貨物などの移動を容易にした。ユニオン駅の八角形のロタンだ。ユニオン駅が開業した際、14番ストリート側の出入口は大きく開いており、チケット売り場だった八角形のロタンだには手荷物預かり所と新聞スタンドが置かれていた。鉄道の線路はユニオン駅の後ろ側で、 立体交差しており、プラットフォームへは線路の下にある地下トンネルから出入りすることができる。地下トンネルからの入り口は、まっすぐ、ロタンダを横切って14番ストリート側の出入り口につながっており、その一部は現在では、ユニオン駅醸造所の台所として使用されている。ロタンダから離れたコンコースは、ピーチストリート側の出入り口とつながっており、またソーダファウンテにあり発展。 電報局や広さ374平方メートルの待合室などが設置されている。ロタンダの反対側のピーチストリート側に位置していたダイニングルームと軽食堂は当時ニューヨークセントラル鉄道のダイニングサービスの大半を運営していたユニオンニュースカンパニーによって管轄されていた。1階の大部分は特徴的な模様のモザイクが入った人造大理石と 石膏の壁に沿ったボッティチーノさんの大理石の羽目板で敷き詰められている。建物の壁は元来、緑と黄色の配色が建物全体にわたって使用されていた。ニューヨークセントラル鉄道とペンシルバニア鉄道の支配人を呼びたの鉄道機関の関係者の多くはユニオン駅の2階に事務所を構えていた。ユニオン駅のコンクリート製のプラットフォームは 高さが低い島式ホームの形状であり、表面は鋼鉄で覆われたバタフライスタイルの屋根と木製のデッキが約137メートルの範囲についている。プラットホームは全部で3つ設置されており、ニューヨークセントラル鉄道とペンシルバニア鉄道の共同運営だった時代は、ニューヨークセントラル鉄道は2つのホームと隣接する4つの線路を ペンシルバニア鉄道は一つのホームと隣接する二つの線路をそれぞれ利用していた。ユニオン駅はレークショアリミテッド号のペンシルベニア州内唯一の停車駅であり、アムトラックのレークショアリミテッドは1日に2回、西行きの列車はニューヨークのペンシルベニア駅とボストンのサウス駅から、東行きの列車はシカゴのユニオン駅から、それぞれ深夜と早朝にユニオン駅に到着する。 駅はエリーのレーク所枠に位置しており、エリーからは 139.9km 先のバッファローへと続く CSX トランスポーテーションの本線上の駅である。アメリカの主な都市圏からの距離を比較すると、駅はそれぞれシカゴからは 702km 東、ニューヨークからは 842km 西、ボストンからは 1164km 西の場所に位置している。 隣接する駅は、西側がクリーブランド駅、東側がバッファロードピュー駅である。ユニオン駅は2016年の会計年度では、利用者数は16,273人と、前年と比べて2.2%の減少となったが、それでもペンシルバニア州では15番目に利用者数の多い駅となった。ユニオン駅には切符売り場やクイックトラックなどが設置されていないため、 駅からの乗車券はすべて事前に入手しておく必要がある。とはいえ、待合室や公共トイレなどは装備されている。また、ユニオン駅を通るレイクショアリミテッドのビューライナーには、寝台車や食堂車などが連結されている。エリーにおけるダウンタウンサーキュレーターであるエリー首都圏交通局が運営する国道20。 英語道路では東行きのレークショアリミテッドの到着予定時刻に合わせた駅とエリーの繁華街の間でのバスによる送迎サービスが提供されている。1840年代から1850年代にかけてエリー市では鉄道建設の動きが活発になり、その中でエリー市では4つの鉄道会社が統合されることとなった。エリーノースイースト鉄道と フランクリン・カナル・カンパニーの2社の間での機関の幅の違いは、それによる両鉄道間での貨物輸送などの遅延の原因となったが、それがかえって地域の雇用の創出につながり、エリーにおける経済的な利益の源にもなっていた。1853年にアメリカ全体の標準規制定の提案により、この路線間においても帰還の統一が提案された際には、 エリー市民と二つの鉄道会社の間では、エリーゲージ戦争とも呼ばれる激しい論争が起こった。これを、エリー市が地方公安になるという市の絶望に対する侮辱と受け取ったエリー市民たちは、差し迫った標準化を阻止するために、この路線間の鉄橋を解体して、線路を撤去した。この紛争の和解の一環として、両鉄道会社は、 エリーピッツバーグ鉄道とサンベエリーエリー鉄道の2つの新たな鉄道会社を設立するための資金援助を行った。1854年には、後のレークショアミシガンサザン鉄道の前身であるクリーブランドペインズビルアシタビューラ鉄道がフランクリンカナルカンパニーを買収し、その数年後にエリーノースイースト鉄道はバッファローステートライン鉄道と併合して、 バッファローエリー鉄道を創設した。1861年にはサンベリーエリー鉄道はフィラデルフィアエリー鉄道と名称を変えた。そしてペンシルベニア鉄道はすぐにサンベリーエリー鉄道を買収し、1864年までに路線開通のための資金調達を終えた。エリー市で最初の鉄道駅は1851年に建設され、 その駅は扱いにくい未加工のレンガで構成されていた。1861年2月16日には、当時時期大統領だったエイブラハムリンカーンが、この駅の外で演説を行い、そのまま就任式に向かうために、ワシントン DC に赴いたというエピソードが残っている。1865年初頭には、クリーブランドペインズビルアシュタビューラ鉄道と、 バッファローエリー鉄道の合弁事業として新たな駅の建設が始まり、新駅は1866年2月に完成した。その後、エリーピッツバーグ鉄道とフィラデルフィアエリー鉄道の2社も、この新駅の一部の区画を借りて運行を開始した。また、フィラデルフィアエリー鉄道は、この区画に加えて、ステートストリート沿いにある貨物駅の運営も、 その後数年間継続していた。ユニオンデポ駅として知られている、この駅はロマネスクリバイバル建築のレンガで構成されており、二つの線路の間にあるピーチストリートに面した構造となっていた。10メートルの高さと独特の困る屋根を持っており、プラットホームは駅の両側に沿ってササフラスストリートに向かって150メートル程度伸びていた。ユニオンデポ駅は、 屋外ガス灯や理髪店、紳士服、婦人服売り場やダイニングルームなど、当時では最新の設備が備え付けられていた。2階には、鉄道関係者用のオフィスと、寝室も設置されていた。1869年、クリーブランドペーンズビルアシュタビューラ鉄道は、レイクショアミシガンサザン鉄道と名称を変更し、 同年の後半にはバッファローエリー鉄道をも吸収する運びとなった。翌年の1870年にはペンシルバニア鉄道はエリーピッツバーグ鉄道を沈借した。1902年3月5日には約1万人近い人々がアメリカでの旅行中だったヘンリー王子を迎えるためにユニオンデポ駅に集結した。ヘンリー王子は 彼の乗車している列車がバッファローとナイアガラフォールズに進むまでの約10分間の間、エリーに滞在した。1914年12月22日、レイクショアミシガンサザン鉄道はニューヨークセントラル鉄道と合併した。1912年のパノラマ写真、線路に沿って奥に見えるのがエリー氏のダウンタウン。写真左の2つの線路の間にあるのが、 ユニオンデッポ駅。1913年、エリー市は都市の継続的な成長を支えるための行動方針を決定するため、ジョン・ローレンが委員長を務める都市計画課土木施向管理に市委員会を設立した。委員会は都市計画の最終報告にて、都市改良の一環として、エリー市内の鉄道施設を改善するため、ユニオンデッポ駅に変わる。 新たなユニオン駅を建設すること、同時にすべての鉄道交差点を廃止することを提案した。当時、エリーの道路では、ステートストリート、フレンチストリート、アシュストリート、バッファローロードなどの道路は、鉄道線路とは立体的に交差していたが、それ以外の道路はいずれも、鉄道線路と平面上で交差していた。委員会は、エリー氏の地形や、 既存の鉄道線路の地盤面の高さなどを考慮し、ダウンタウンにおける線路の地盤面の高さを上昇させて、アンダーパスを通すことが望ましいと判断した。エリー氏は1915年9月30日、ニューヨークセントラル鉄道及びペンシルバニア鉄道との契約を締結し、鉄道橋の建設や道路の閉鎖を通して、アシュストリートとカスケードストリート上のすべての踏切を、 排除した。その保証として、両鉄道は、ユニオンデポ駅に代わる、新たな鉄道駅を建設することを約束した1925年から1927年に、かけて、ユニオン駅の建設と同時にピーチストリートとササフラス,ストリートの排水路を回収して、再設置する作業が行われ、この作業には、約11万ドルドルを要した。 この期間は14番ストリートとフレンチストリートに臨時駅が建設され、1925年に旧ユニオンデッポ駅が解体されてから新しい駅が完成するまでの間使用された。そして1927年12月、14番ストリートの北にあるグリスールドプラザ郵便局は、1932年にユニオン駅につながるトンネルが設置されるのと同時期に開業した。 1928年のユニオン駅の開業当初、ユニオン駅からは東駅と西駅の列車がそれぞれ約1時間ごとに駅を出発していた。利用客は駅の広々とした待合室でニューススタンド、電信局、理髪店、靴磨き、ランチカウンター、ソーダファウンテンなどのサービスを利用することができた。列車の発着の合図は駅員がメガホンでアナウンスしており、 時刻表は大きな黒板に手書きされていた。1930年代にはニューヨークセントラル鉄道はレークショアリミテッドを含めエリーに発着する列車の大半である1日に20本以上の列車を運行していた。しかし20世紀特急については当時はユニオン駅には停車しなかった。ユニオン駅はニューヨークセントラル鉄道の本線、通称 ウォーターレベルルート上の駅であり、西にはクリーブランド、トレド、シカゴ、東にはバッファロー、ニューヨーク、ボストンがある場所に位置していた。ニューヨークセントラル鉄道はまた、ピッツバーグレーク、エリー鉄道と連携して、エリーから支線を経由して、オハイオ州のヤングスタウンへと続く列車も運行していた。一方のペンシルバニア鉄道は、ペンシルベニア、フィラデルフィア、 ワシントン DC などへと続く、ノーザンエクスプレスとサザンエクスプレスや、ピッツバーグ行きの毎日到着列車など、エリーからは一部の列車しか運行していなかった。無線装置の送信機と受信機などに使用されている、推奨振動子のメーカーである、ブライリーエレクトリックカンパニーは、クリスタル部門を1933年に、ユニオン駅の2階のスペースに移動した。 ユニオン駅と鉄道との距離の近さは、機関車が通過する際のススと振動が、クリスタルの構成の際に問題を引き起こす。可能性もあったが、重量の大きなクリスタルを列車からスライス部門に効率的に移送できる点を重視した。同社は移転して、すぐにユニオン駅の2階と3階の全体を占領するまでに成長した。第二次世界大戦中。 ブライリー・エレクトリック・カンパニーは24時間体制での創業を行い、地元の女性住民を雇用して、クリスタルの研磨と成形に当たらせた。創業に使用されたクリスタルは、車両基地に貯蔵され、グレートデーエンを連れた兵士たちが基地と施設全体を保護していた。しかし、同社は結局、1966年に大規模な専用施設に事業全体を移転した。 第二次世界大戦の終戦後において、自動車旅行の流行と、週刊高速道路の建造は、民間航空会社との競争とともに、旅客鉄道が衰退の一途をたどる一因となった。ペンシルバニア鉄道もその例外ではなく、1948年4月には、エリートピッツバーグ間での運行を停止した。そして最終的にフィラデルフィアへの移動は、エンポリアムでの乗り継ぎが必要となり、 最終的に1965年3月27日にはエリーからの運行は完全に中止された。一方のニューヨークセントラル鉄道も1968年までに1日、あたりの運行本数が5台にまで減少した。1968年2月1日には、2つの鉄道会社は合併してペンセントラル鉄道を結成した。 以降、ペンセントラル鉄道は1971年4月30日まで、旧ニューヨークセントラル鉄道の旅客列車の運行を続けていた。その翌日には新たに結成されたアムトラックが、ユニオン駅をはじめとする全国の旅客鉄道事業を引き継ぐこととなった。アムトラックは1971年11月から営業を開始し、ニューヨークシカゴ間で運行され、 ユニオン駅にも停車していた、レイクショアという列車を再開した。しかし、バッファローシカゴ間の線路の不安定な管理状況と、サービスの普遍的な収益性の低さにより、約3ヶ月後の1972年1月には、レイクショアの運行は終了した。以来、1975年11月30日に、アムトラックが、旧ニューヨークセントラル鉄道の列車である。 レークショア・リミテッドの運行を再開するまで、エリーには旅客輸送サービスが存在しなかった。1991年以降、ユニオン駅は手付け数のまま放置された状態となっていた。この間ユニオン駅の管理はなされておらず、汚れや廃棄物、排泄物などが放置され続けるなど、駅の衛生状態は徐々に悪化した。1973年になると、 ペンシルベニアのアメリカ合衆国労働省は衛生上の問題を理由にペンセントラル鉄道にユニオン駅の閉鎖を要求した。当時ユニオン駅を使用していたのは貨物列車の乗務員だけであった。それ以降ユニオン駅は冬の間ホームレスのための避妊化避難所としてもしばしば利用されるようになり彼らは駅の木製のドアを燃やして寒さを耐えしのいだ。 当時のユニオン駅のわずかな利用客たちは、こうした衛生状態の悪さやホームレスたちに声をかけられることへの恐れなどから、待合室を使用することをしばしば避けていた。ペンセントラル鉄道は1976年4月1日に倒産宣告を行い、一級鉄道のコンレールに九州合併されるまでの間、貨物運送サービスを継続していた。 そのコンレールも1998年6月6日に解体され、ニューヨークセントラル鉄道の運営していた区間は CSX トランスポーテーションがペンシルバニア鉄道が運営していた区間はノーホークサザン鉄道がそれぞれ運営権を獲得した。ユニオン駅は2003年10月30日、1996年に創設されたエリシ最大の雇用先でもある物流び 運輸会社ロジスティックスプラスによって150万ドルで買収された。ロジスティックスプラスはユニオン駅を本社として使用するために本館の3階と2階の一部を改装して駅をエリー市のランドマークとして回復させ周辺地域の活性化を目指した。ロジスティックスプラスの最高経営責任者だったジムベルリンはユニオン駅が輸送機関としては 理想的な建物になっていることに気づいた。ベルリンはユニオン駅が再び輸送の中心地になることは決してないだろうが、それでも世界的な物流を管理できる場所になることはできると語った。当初の都市計画案はユニオン駅の改装をはじめ小売店や歩行者モール、ピッツバーグ駅前に似た博物館の改めの設置などの複合用途開発などが含まれていた。 2007年5月からユニオン駅の欄間にはロジスティックスプラスが事業を展開している国や従業員の出身国などの約50本の国旗が並べられている。1990年代からはユニオン駅はブルーパブのホッパーズとしても営業を開始し、1994年から1999年までは駅の内部で運営されていた。その後、ホッパーズが名称を エリーブルーイングカンパニーと変更し、店舗を駅の外部に移転した際には、そのスペースには高級ダイニングレストラン及びビールバー、ポーターズが開業した。その後、ポーターズは閉鎖されたが、2006年10月にはさらに、そのスペースを引き継いで、ユニオン駅醸造所が開業した。2008年のアメリカ合衆国大統領選挙の準備期間中には、ユニオン駅では、 アメリカンブロードキャスティングカンパニーの報道番組グッドモーニングアメリカのニュースチームがアムトラックの車両上でホイッスルストップと呼ばれるインタビューを行った。サムチャンピオン、クリス・クオもロビン・ロバーツ、ダイアン・ソイアーラが司会を務めユニオン駅醸造所にて地域の有権者に選挙の争点についてのインタビューを行った。ユニオン駅でのインタビューは約30分の間続けられ、 その結果は2008年9月18日にテレビ上で報道された。2009年にはアメリカ復興、斎藤司法試行の一環として、連邦鉄道局は10の行政区を高速鉄道建設のための開発予定地として認定したが、その際にエリー氏にはシカゴハーブネットワーク、エンパイアコリダー、キーストーンコリダーと3つの路線がそれぞれ、 ユニオン駅周辺の線路に接続した場所に配置されることとなった。これに対し地元の旅客鉄道愛好団体、オールアボードエリーは、これらの高速鉄道建設の実現可能性についての調査を提案した。また同時に、高速鉄道建設の際に既存の線路を使用することは可能かどうか、ヤングスタウントピッツバーグ間での優先通行権が、 与えられるかどうかなどについてを決定することも要求した。ビールのメニュー表として書き換えられたかつての時刻表。ユニオン駅は現在エリーで最大の雇用先である GE トランスポーテーションシステムの国内物流を管理するために1996年に設立され、2004年にニューヨークのジェームズタウンから本社を移転したロジスティックスプラスの本社として機能している。 ロジスティックスプラスの本社は、建物の3階では1500平方メートル、2階では500平方メートルを占める。それ以外の敷地は、アムトラック、ブルワリー、水タバコラウンジ、ワインショップ、ヘアサロン、宴会場、アートスタジオなど、様々なテナントに貸し出されている。ユニオン駅醸造所は、ユニオン駅が運営している、ビール醸造所協会にもブルーパブとして、 正式に分類されているマイクロブルワリーであり、同時にレストランとしての機能も兼ね備えている。ブルワリーは駅の地上階及び八角形のドームの一部を使用して営業している。2013年にはブルワリーは約500バレルのビールを生産しており、そのうち3.5バレルはプライスシュンストロム醸造製法によって製造されている。ありがとうございます。